この池下卓さんにこの日本の縮図、まさに改革がいるのかどうか証明をしてもらいたいと思います。その思いを込めてこのマイクを池下卓さんに戻します。よろしくお願いします。ありがとうございました。 ありがとうございます。ただいま有本さん、ありがとうございます。日本維新の会衆議院候補の池下卓です。ただいま松並健太さんの方からバトンタッチの方をしていただきました。衆議院選挙も今3日目になりました。大変今回衆議院選挙、この高槻島本の町、まさに激戦という具合になってまいりました。まあ毎回ね激戦になりますけれども、まあ、今回やはり特に、まあ、ピンクのね立憲共産党ですかね、まあ、そういう方々、まあ、野合談合していく、そういう政治、これを変えてまずいかないとあかん。まさに先ほど松並さんも言われましたけれども、この高槻の町、島本の町が日本の政治の縮図であると私は考えています。だからこそですね、この大阪10区を変えれば日本が変わります。ぜひ皆さんと共に大阪から日本を変えていきたい。先ほど申し上げた立憲共産党、政策違います。今地方でできること、そして国じゃないとできないこと、これ分かれるわけです。新型コロナ対策、私はできるだけ国から地方に権限と予算を移譲することによってスピーディーな感染症対策、これやっていかなあかんと思いますけれども、国でしかできない仕事もあるんです。それは外交、防衛、そして国のお金の通貨発行権というやつですけれども、特にこの立憲民主党さんと共産党さん、国を守るこの防衛に関しては意見が食い違っています。例えば自衛隊の皆さん、この高槻でも大阪北部地震であったり大きな台風であったり倒木被害があった時には、この高槻市民の皆さん、島本町民の皆さんを助けていただいたけれど、一方の政党は自衛隊を否定している。政策が食い違うのに選挙だけで野合しているとどうなるのか。問題は選挙の後ですよ。選挙の後に政策が食い違うから結局議論が前に進まない。こんな野党の談合というのは私は許せないと思います。そしてもう一つ、政権与党もそうですよね。やっぱり一強自体が長く続いてしまうと、緩みとおごり、そして政治と金の問題が出てきます。今回の選挙の中でもほとんどこの政治と金の問題については説明がほとんどされなかった。皆さん納得いきますか。これ全て税金でなってきているわけなんですよ。我々維新の会はしがらみのない政治をこの大阪でやってきました。企業の献金も受けていない、そして労働団体、さまざまな団体からも支援を受けていません。なぜなのか。それはね、企業さんからお金をもらうとやっぱりその企業団体、業界団体にいいようなお手盛りの政治になってしまう。またある労働団体にばっかり支援されてしまえば、どうしてもそちら向きの政治になってしまう。我々維新の会がしがらみがない政治をしていくのは、本当に弱い方々のため、そちらの方向を向いて政治をしていきたいから、ここまでのことをさせていただいております。日本維新の会の私池下卓、今まで大阪府議会議員として11年、維新の会の初期の頃から橋本さん、松井さん、そして同期の吉村さんとともに大阪の改革を行ってきました。維新の会といえば、まずは政治家が身を切る改革、これを行ってきました。私の給料も、ありがとうございます。私の給料もですね、11年間3割カットしてきました。そしてまずは政治家が覚悟を決めた上で
役所の改革を行って、そして効率化、財源を作っていく、しっかりと大阪では教育の授業料、ありがとうございます。今、松井一郎さんで代表も来ていただきました。私立高校の授業料の無償化もさせていただいた。ぜひね、大阪でやってきたことがなんで日本全体でできないのか、しっかりと財源を作っていく。このアフターコロナの時代の中で、単に10万円配りますよ、20万円配りますよと選挙の前だけに甘い言葉は言いません。しっかりとどないして財源を作って、その上で皆さんの弱いところにお配りをさせていただくか、その配分、これもね、しっかりと議論をさせていただきたいという具合に思います。それでは我らの代表であります維新の会代表であります松井一郎代表が来られましたので、バトンの方タッチさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。皆さんこんばんは、維新の会代表の松井でございます。いやー、高槻厳しいですね。人気者の、ね、人がいるから、高槻ので見せる顔と国会で見せる顔違うんですけどね。高槻ではもうなんていうの、あのタレント的な、まあそれほどなんかな、あの地元の人に、こうすごく上手に、のパフォーマンスされるんでしょうね。まあ本当にね、まあ大阪の、まあ、あのタレントさんの中でも人気者の方なんじゃないかなと思ってしまうぐらい、全国では立憲民主党なんていうのはあまりね、そんなに高い支持率じゃないのに、高槻が高いんです。高槻がで、今池下さんが非常に苦しい状況になってるんです。皆さん、今回は国政選挙の、国政の選挙が行われております。これは政治家を選ぶ選挙であって、政治家が皆さん方に訴える政策を選んでいただく選挙なんです。それはあのパッと見た感じね、なかなか、ね、皆さん方のそばで、まあ、いろいろと上手にパフォーマンスされるから人気高いかもしれないけど、皆さんの税金、皆さんが国に納める税金をどうやって使っていくのか、それから皆さんが普段この日本で安全に安心して暮らせるためにどのような外交防衛の政策をやられるのか、そこをぜひご判断いただきたいと思います。まあ、僕もこの間いろいろ党首討論というのに出てまいりましてね、まあ、この間もこれはお昼の番組でしたけど、あの肥料日というところで、まあもうね、新聞、スポーツ新聞ではまた喧嘩しとるなんて言われましたけど、見ていただきました。僕は当たり前のことを言っただけなんですよ。当たり前のこと、僕は地方の政治家です、ね、みんな地方の政治家から、池下さんもそうやってきた地方の政治家で、僕はまあ知事をやりまして市長もやりましたけど、僕が絶対できないこと、国でしかできないのが外交安全保障なんです。外交安全保障、我々地方では外交安全保障はできません。なんて言ってもそういう自衛隊に指揮命令権ありませんから。で、この外交安全保障というのは国会議員でしかできないわけです。そしてこの外交安全保障において今日本の国は戦後もう80年近く、まあ、安全で安心して生活できるようになったんです。その間やはり日本の安全保障を担ってきた同盟国はアメリカなんですよ。アメリカ、そしてこのアメリカと同盟関係を解消しようと言ってるのは共産党の皆さんなんです。じゃあどうやって日本の国を守るんですかということです。そして自衛隊、これも災害が起こった時、一番早く駆けつけていただいて、この大阪北部地震、2018年皆さん高槻も揺れたと思います。あの時も
自衛隊の皆さんが基地を出てこちらで、こちらで被災者の皆さんのケアをしてくれました。この自衛隊も必要ない、違憲だと言ってるのが共産党の皆さんなんです。選挙っていうのは政策を選んでいただくわけです。立憲民主党の皆さんは政権交代すると言ってるんです。今回政権交代をするのに共産党とチームを組んで皆さんに選挙で選ばれてどうやって日本の国を守っていくんですか。僕はその普通、ごく普通の疑問をこの間から党首討論で言ってるんです。で、これで彼らが言うのは、それは迫害協力だ。一部しか協力しない。迫害だから関係ないって言うんです。これもまたごまかし、矛盾があるんです。民主主義の国っていうのは、得てして単独で過半数を取れない場合はあります。今、ドイツもそうです。民主主義の国において総選挙やると一党で単独で取れる方が少ない場合が多いんです。だからそういう場合に選挙が終わってから政党同士が閣内で協力するのか、政策を協議をして連立を組むのか、選挙が終わってから協議をして、そして組織を、政権を担う、行政を動かすためのチームを作るのが普通なんです。当たり前の話です。それは政権選択選挙なんだから、自分たちの政党の公約を皆さんに選んでいただく、その結果で単独で過半数取れない、その場合は閣内閣外の協力をいろいろ模索していく。選挙前に自民党と公明党のように、もう今与党を組んでる場合は別ですけど、選挙前に閣内だ閣外だと、そういうふうに言う方が、これは有権者の皆さんをごまかしてるんです。だから僕は選挙目当ての選挙互助会でしかないということを、野合談合だということをずっとこの間言ってきてるわけです。皆さん、この選挙そこまでしてなぜ野合談合と皆さんに思われようが、そういうふうに批判されようが、何としてでも当選したい。今まで共産党とチームを組むというのはなかなかもう禁じ手でありました。実際2009年、辻元さんもそうなんです。民主党で政権取った時、あの時も非共産とおっしゃってたんです。非自民非共産で政権を取ると言って2009年政権を取られたんです。やっぱり共産党というのは特殊なところがありますから、綱領を読んでても。だからどうしても共産主義を目指すという政党ですから、そことは組めなかった。でも今回はもうなりふり構わず、まあ一緒になって今選挙をやってる。これはね、どうしても議員のバッジを守りたいというところなんです。で、僕らがずっと言ってる、日本の構造が変わらない、日本の規制が変わらない、これはなぜそうなるのか。政治家がやっぱりいろいろな各種団体からいろんな人遠慮しながら大胆な改革ができない、そういう人たちが選挙で応援をしてくれるから、一部の人なんですよ、そういう組織は。それが選挙で応援して義理ができるからできないんです。でもそのこともしてでも何としてでもやっぱり政治家のバッジ、議員になりたい、これは我々がずっと言い続けている身分が良すぎるからなんです。皆さん、今日本の国の雇用者所得の平均は500万円前後なんです。でも皆さん、国会議員一度当選すると年収2300万でしょ。秘書は3人税金で雇っていただける。衆議院議員、国会議員、皆さん当選した瞬間から東京行くときはグリーン車ただです。飛行機はファーストクラス、ジャルやアナの皆さんからそういう切符を送っていただけるんです。でもこれね、ただって言っても何も JR の人がいい人たちで、ああ国会議員だからどうぞただで乗ってくださいって言われてるわけじゃないんです。後で請求書は全て皆さんに届くわけです。僕は維新の会国政に挑戦しだしてから
まあ何人も国会議員見てきた。これはもうはっきり言います。維新の議員でも本当にね、まあ最初、我々のところで公募してきた時はまあいろいろと橋本さん松井さんの改革のスピリッツ、これを国に届けたいんだよということを言って入ってきます。でもなった瞬間ね、本当もうね、まあ変わりますね。変わった人もたくさんいます。もうとにかく服装から変わってしまう。これはチヤホヤされるんですよ。今までね、JR 新幹線で東京行くとき、よくて指定席買ってたのが、もういつの間にやらグリーン車慣れてしまう。今まで LCC の飛行機乗ってた人が JAL や ANA のファーストクラス乗ってしまう。これがもうガラッと変わる、性格まで変えるぐらい身分保障が良すぎるんです。一度そういう生活をするとやめたくなくなる。だから選挙のためにはあちらこちら政党変わってる人もいっぱいいるじゃないですか。あちらこちらで今まで言ってることと180度変わる人がいっぱいいるじゃないですか。こういう人たちが全部国会議員で集まって皆さんの税金の使い方を決めるから、無駄なところ、そして一部の国会議員におべんちゃらを言う、そういうところにお金が流れていくんです。今回我々この高槻に池下さん、皆さん方にぜひ選んでいただきたい。まあ、池下さんは僕が2010年、まあ、維新の会を橋本さんと一緒に立ち上げた時に初めて選挙に挑戦をした、ね、吉村さんと同期、2011年初当選組です。で、池下さんはよく分かってるけども、2011年維新の会は大阪において今と同じ公約を掲げてました。議員の身を切る改革、必ず実現します。これはね、僕は2003年に府議会議員初当選しました。その時からずっと言われ続けたんです。僕の選挙区でもまずい今度、ね、議員さん選挙だったらええことばっかり言うけども、まず数多すぎるやんか。で、自分ら本当に人弱い人の味方って言いながら議員の給料もむちゃくちゃ高いやんか。当時まあ本当にバブル崩壊から失われた20年と言われる、そういう状況、みんな苦しかったんです、一般の皆さん方。そんな中で僕が2003年に、まあ、選挙に出ました。その時にええこと言うけども自分ら恵まれとるぜとずっと言われ続けてきて、それで2003年初当選して、まあ、自民党でしたから当時。で、府議会行くと府議会議員にそんなね緊張感がなかった。もう変えようという、大阪厳しい状態だけど自民党府議会議員も変えようなんていうのがあんまりね全然感じない。なんだこれはと。僕はそれまで民間でビジネス商売やってましたから、バブル以降の厳しさをもうひしひしと身に感じてました。おかしいなと思いながら、まあ議員の活動が始まりました。で、その中で自民党の中でね、大阪府をもう一度再生させる、大阪の元気を取り戻すということで中でありとあらゆる戦いしてきまして、2004年にはもう本当に自民党の一部9人だけ自民党本体に逆らって、当時からそれやってたんです。逆らってね、現職知事に、まあ、当時負けましたけど江本さんという人で選挙もしたんです。今の知事じゃダメだ、相乗りですから、自公民相乗り、そんなもんで改革できるわけない。だからそれ戦いを挑みました。で、その時から、まあ、普通の市民の皆さん、納税者の皆さんの感覚で約束をし続けてきたのが、まず府議会議員、我々身分変えなきゃダメだよねというのをもうずっと思い続けてきて、そして2011年です。池下君とか、それから吉村さんは市議会、みんな僕面接した。で、池下君が初当選した時に、大阪維新の会皆さんのおかげで大阪府議会過半数の議席を取ったんです。過半数取れば自分たちの身分の改革なんていうのは当たり前のようにできるわけです。議員が決めるんですから、自分たちの身分、過半数を取った瞬間、池下君もその場にいました。2011年4月に選挙終わって、我々が、過半数をいただいて、5月の議会でまずは議会議員の定数、
21削減、109から88に削減しました。報酬を3割カット、ズバッとやりました。約束したことを守るだけ、当たり前のことなんです。でも皆さんね、国会今まで選挙、まあね、多数の選挙を行われました。大体選挙になりますと、今の公約、今これから当選したら何かこうしますよという公約は皆さんちょっと興味を持っていただけるけど、一番大事なのはその前、この人何言ってたの、約束を守るのが一番政治家の、大事なところ。その前に約束したことを守ってるかどうか、今いいこと言っても約束したことを守らなければ何もならないわけでしょ。皆さん、国会議員の定数なんていうのは2009年辻元さんたちが政権取った時、あの時過半数取ったんですよ、衆議院で。その時の鳩山さんを表紙にした公約には国会議員の定数2割削減書いてたんですよ。報酬2割カットって書いてたんです。当時はリーマンショックで非常に国民の皆さん経済的に苦しかった。その時に選挙になった。で、当時は麻生内閣、麻生内閣から政権を奪還しよう、政権交代させよう、国民の皆さんに寄り添います、ね、リーマンで厳しいから寄り添います、そのためには国会議員も減らします、はっきり書いてた。自民党も書いてたんです。2012年選挙で政権取り返すとき書いてたんです。皆さん、どっちも過半数取って政権を運営できたんです。やりましたか皆さん。やらなかったんです。だから一番重要なのはこれからの政策、皆さんにマニフェストを見ていただいて語ってるけど、本気でやれるかどうか。政治家に一番大事なのは結果責任ですから、約束を守るか守らないか、守ってきたかどうかをぜひ見ていただきたいんです。我々維新の会もいろんな約束をしてきました。でも我々はまず自分たちでできることは全て 100% やっております。まあ、僕もあの大阪都構想、これも反対多数で否決されました。まあ、大阪市民にとってはやっぱ大阪市をなくすという、そういう判断ですから、やっぱり最終的には人間はちょっと保守的になってしまう。まあ、2度やらせていただいて2度とも否決廃案になりました。でも僕の約束は市民の皆さんに判断いただくところまでやる。そこで市民の皆さんに、民主主義の、ね、あの基本に沿った形で究極の民主主義で決めてもらいたいというのが僕の公約でした。この公約を僕は2回掲げました。2011年から2015年の選挙まで、その公約掲げたから、どうしてももう一度市民に判断いただきたかったからですね。まあ、当時知事でしたけど、もう自ら知事を市長と入れ替えてでもこの公約実現のために、まあ視力を尽くしてきたということなんです。皆さん、誰しもが一票はもらいたい、だからいいことばっかり言いますけど、大事なのは言ったことを守ってるかどうかなんです。今回の選挙でも分配みんな言うんです。自民党も立憲民主党も分配言います。でもその分配の原資は岸田総理や辻元さんがポケットからお金出すんじゃないんです。全部皆さんの税金のやりくりの話、分配するための財源をどう作っていくかなんです。で、この財源を作る方法は日本では2つしかないんです。1つは今使っている税金の使い方を見直して、経費をぐっと抑えていって、内向きの経費を抑えていって財源を確保すること。そしてもう1つは成長をさせて税収を伸ばすこと、これしかありません。我々は大阪においてはお金の使い方10年間徹底的に見直してきました。見直した結果で、まずは子どもたち、幼稚園から大学まで無償で行けるように、そこはしっかりとサポートしていこうよということをこれ実現しました。僕と橋本さんで私立高校を含めて授業料無償化実現をいたしました。吉村さんになって去年の4月から大阪府民は新しい大阪公立大学一大府大を一つにまとめ、この大学は授業料入学金を無償化、
今年の4月、去年の4月からこれやってるんです。借金や、そして皆さんに増税でお願いしているわけではありません。すべて改革を生み出してまいりました。で、改革で一番ね、何かやっぱり僕ずっと言い続けてるんです。日本の構造というのは昭和のままなんですよ。役所組織も昭和のままなんです。昭和の時代から今令和の時代、もう技術的にどんどん進化しました。テクノロジーはすごく変わりました。昭和の時代は黒い電話をギーコギーコ回してたんです。今や皆さん一人一台タブレットの携帯持って一瞬で地球の裏側から裏側とつながれる、そんな時代になったんです。役所の規模も昭和の時代のままでなければならないなんていうのはありえない。だからこの10年間で大阪府庁や大阪市役所 25% スリムになりました。でも仕事も増えてます。万博もやらなければならない、今の大学統合の準備もしなければならない。仕事増えてるけど十分やりくりができてるんです。やりくりできてる。それは役人に知恵を出してもらう。役人に知恵を出してもらうためには役人の意識を変える、役人を動かすのが政治家の役割。政治家が役人にちょっと厳しいこと言って今までとは違うよ、意識改革しようよという限りは、政治家がまず自分たちに甘いことやってたら、自分たち優遇されすぎてて役人にだけ厳しいこと言ってもそれは言うことは聞いてくれません。当たり前なんです。だから2011年我々は役所を変える、意識変えるためにまずね、府議会議員定数21議席バサッといって、報酬もバサッと3割カットした。あの時の役所の雰囲気は、僕はもうその時点で3期生でしたから、もうガラッと変わりましたね。あ、本気だなと。維新の会の議員本気で、まあ身分関わらずやるんだな、じゃあ我々もということで職員の意識をがガラッと変わってきました。今本当に大阪府庁も大阪市役所も職員生き生きと働いてくれてます。だってね、職員もね、みんな公に尽くしたい、そういう志を持って入ってきたんです。それまで大阪府赤字赤字赤字、11年連続赤字、新しい仕事サービスを皆さんにより拡充したくてもお金がないからできない、後ろ向きの仕事ばっかりしてた。だんだんやる気がなくなってくるんです。我々はまずそういう形で財源をして、前向きの仕事をどんどん職員でやってるから、今厳しい環境だろうが非常に充実した形で仕事をしてくれております。これと同じことを全国でやらせてください、こう言ってるだけなんです我々。そのためにはやっぱり霞が関永田町で旗を振る力をもう少しつけさせてもらわないと、なかなか全国に広げることが困難なんです。たまたま大阪は皆さん方が我々をずっと応援してくれて、10年間大阪の運営力を与えていただいたから、どん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 変えることができました。今維新の会の国会議員10人しかいないんです。衆議院10人では法律も出せないんです。法律も辻元さんのところはいっぱいいるからね、それいろんな議員定数削減法案ぐらいはいつでも出せるんです。出してません、全く。我々10人では出せない、21数いただいたら我々単独で、まずは政治家優遇厚遇されてるところバサッとメス入れる法律を出せます。ぜひ皆さん、そこから、大阪もそこからスタートしたんです。この国の昭和のままの古びた構造と制度、これを令和に見合う形に作り変えるために、まずはやっぱりあまりにも政治家の身分ここが良すぎたんでは役所の意識は変わりません。ぜひその役割を2011年初当選して僕と一緒に一月でこれやり遂げたんが池下さんなんで、ぜひね皆さん、まあ辻元さんは多分いい人なんでしょう。高槻の中でこれだけ好かれてる、支持率も高い、ね、だから高槻の皆さんは、僕は高槻の皆さんに辻元さんと付き合うなとか言ってるんじゃないんですよ。違うんです、地元のね人だから仲良くされたらいいんです。でも皆さん、今回選挙で選んでるのは
人が選んでるんじゃなくて政策を選んでるんだから、皆さんの税金の使い方をどうするかを考えていくんだから、実際に大阪においてこれまで納税者の立場で税金を使ってきた、これを実行してきた一度維新の会、我々のメンバーである池下さん、応援してやってくださいよ。もうお願いします。今ほんとギリギリのところでね、今あの同期でも一番目立ってるのは吉村さんでしょ。これはまあ知事ですから、吉村さんは市会議員やって、それから国会議員やって、市長やって知事になって、やっぱりねメディアにも取り上げられる。でも2011年、まあ僕がみんな面接したんです。その時ねやっぱりピリッと一番ねこうなんかなエッジが効いてパッピリッとしてたのは吉村さんより池下さんの方がちょっと目立ってたところあります。妥協がないから彼は。だからでちょっと、まあ、吉村さんはどっちか言うと一歩控えてよく考えるタイプ、もう池下さんはこれだと思ったらそこに突き進んでいくタイプだから、日本のねこの岩盤の、もう既得権益、この槍先をねここにメス入れていく、ここの槍先を打ち込むタイプ、打ち込む、そのタイプはね吉村さんより池下さんの方がねちょっと合ってるんじゃないかと思います。何度も跳ね返されるかもしれないけど諦めず妥協なくいきます。皆さんぜひもういよいよね来週の日曜日土曜日、ぜひ皆さん今負けてますから、皆さんもご存知でしょう、今日新聞に出てました、今負けてますんで、今日せっかくこうしてねちょっと冷えてくる中、皆さんわざわざ立ち止まって政治の話面白くもないのに聞いていただいたんですから、ぜひ皆さんのお知り合い友人知人携帯のメモリーに入ってる人、負けてるけど逆転できない数じゃないんですよ、皆さんが本気になっていただいたら逆転できますから、ぜひ皆さん来週の日曜日までの間に皆さんの友人知人お知り合い携帯のメモリーに入ってる人、その人たちに、まあね、あのタレントを選んでるんじゃないんだからと、とにかくね日本の国変えていこうよと、具体的に行政を動かしてきた中心にいたんだから、一度池下をあのこの国の既得権益にメス入れるために送り出そうよということで、ぜひ皆さん友人知人携帯のメモリーを入っておられる方に広げてやってください。もうあと少し時間があります、来週の日曜日までまだ十分間に合うんで、ぜひお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。あ、今度またね宗男先生もう対決に高槻に来たいって言ってますんで、鈴木宗男先生これは面白いですよね、えもう本当にね辻元さんに本当に人生の10年間ぐらいバサッとやられましたからね、まあ宗男先生は宗男先生の言い分あってね今我々の仲間に来てますんでね、言いたいことがいっぱいあるからぜひ高槻行かせてくれってことです。また宗男先生も優しくしてあげてください、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今松井一郎代表の方から、お伝えの方させていただきました。まあ、本当ね今ちょっと松井代表の方にちょっと回っていただきますので、ぜひ、見ていただければ大変ありがたいなと思います。私日本一の会中日候補の池下です。まあ、今日ちょっとねまた厳しい状況になっていますけれども、今お願いします。危ないんで、ね、お願いします。背中が見えるところまで押さないようにお願いいたします。ぜひ皆さん松井さんのまた私池下宅の力を使っていただいて大阪から日本を変えていきたいと思います。ぜひ日本一の会衆議院候補私池下拓もう一歩のところまで来てますので、先ほど松井さんが言っていただきました、携帯のメモリーそして電話番号携帯のね、電話番号におかけいただきましてお力を貸していただければ大変ありがたいと思います。ただ今松井代表
皆さんにちょっとスキンシップをさせていただいてね、決してよろしくとお願いをさせていただいておりますので、ぜひ皆様にはご支援をいただければありがたいなと思います。どうぞお気をつけてお帰りくださいませ。ありがとうございました。すいません、ありがとうございました。また頑張りますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。